はい、こんにちは。FFA の今岡です。このチャンネルは、東京消防庁や政令市の消防など、消防官を目指すすべての方に向けたチャンネルとなっておりますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。概要欄に公式 LINE や Instagram もありますので、そちらの方もぜひご覧ください。はい、9月に入って試験がどんどん進んでいっていますが、皆さん進捗はどうでしょうか？東京消防庁の試験がもうすぐそこまで迫ってきていますが、試験対策は進んでいるでしょうか？今回は東京消防庁一類1回目に行われた教養試験の試験内容をもとに2回目の問題を予想しようと思っています。こういった出題傾向をつかむことで効率的に勉強することができますし、何よりメンタル的に安定するかなと思いますので、こういった情報をしっかりと掴んでおくようにしてもらえたらなと思います。ではまず1回目の出題内容ですね。そこをちょっとおさらいしていこうかなと思います。まずですね、ちょっとパソコン見ながらお話しさせてもらうんですけども、最初判断推理ですね。判断推理の出題分野としては、集合、順序関係、嘘つき問題、暗号、論理、試合の勝ち負け、このあたりが出題されています。はい。まあ、結構品質の分野が多かったかなと思います。続いて、空間把握としては、正八面体の展開図、あとは円錐台の体積、というこの2つが出題されていました。続いて数的推理なんですけども、整数問題、速さ、で次も整数問題のような感じで、場合の数、濃度算、倍倍算という形になっていました。まあ結構ね、比較的問題の難易度としては優しかったかなと思います。で、FFA の生徒さんの方には出題分野表というのをお渡ししているんですけども、今回ね、今お伝えさせてもらった14問のうち11問は的中しています。まあ、それぐらい傾向が分かりやすいのが東京消防庁というふうにも言えます。なので、一類一回目に出題された問題っていうのももちろん勉強していただきたいんですけども、それに加えて勉強しておいてほしいっていうところを今回お伝えさせてもらおうかなと思います。それが、判断推理で言うと、対応関係、命題、あとはベン図とかキャロル図、このあたりをしっかりと勉強しててほしいかなというふうに考えています。続いて空間把握ですね。空間把握結構苦手な人多いかなと思うので、ちょっと山を張ってもらってもいいんじゃないかなというふうに考えています。それが、軌跡、立体の切断、一筆書き、サイコロ、このあたりかなというふうに考えています。で、数的推理なんですけども、旅人算ですね。まあ、速さの問題と、整数問題の割り算の余りの問題ですね。あとは組み合わせ、方程式、このあたりをやってほしいなと思います。なので、まあ、結局、特にね、力を入れてほしいところで言うと、判断で言うと、対応関係と命題ですね。このあたりは1回目で出ていないですけども、すごく出やすいところになっています。特に対応関係は絶対出るんじゃないかなと思いますし、まあ、苦手な人はそんな多くはないかなと思うので、得点源にしてもらいたいところかなというふうに考えています。で、空間把握の軌跡とか、立体の切断ですね。まあ、展開図っていうのもめちゃくちゃ出やすいところで、実際1回目に出てますので、まあ、ここも出るかもしれないし、同じく軌跡っていうところもすごく出やすいので、まあ、軌跡は出るんじゃないかな、というふうに考えています。あと、立体の切断も結構、出やすいかな、というふうに考えています。で、次、数的推理なんですけども、これもですね、まあ、速さは本当に出やすい分野なので、ここは、押さえておいてほしいなと。まあ、速さでね、追いつき算だったり、旅人算だったり、いろいろありますけど、まあ、ひっくるめて速さの問題は絶対出るかなと。あとは整数問題ですね。整数問題結構広めではあるんですけども、本当に出やすい分野なので、ここはやってほしいかな、っていうところ。で、場合の数が1回目に出てますので、2回目は組み合わせかな、というふうに考えています。まあ、もう一回おさらいさせていただきますと、判断推理は対応関係。命題。このあたりは絶対的に出るかなというふうに考えています。まあ、プラスアルファ、集合、順序関係、暗号。このあたりは本当によく出るポイントなので押さえておいてほしいです。空間把握に関しては、軌跡、立体の切断、この2つを押さえておいていただきたいです。数的推理は、旅人算、まあ、速さの問題、あとは整数問題全般、組み合わせ、ですね。このあたりがすごく出やすいところになります。あと、もしかすると、方程式が出るかなというふうにも考えています。ということで、簡単ではありますが、これが一類二回目の、数的空間把握判断の、出題予想になります。
1回目と同様、そこまで難易度がめちゃくちゃ高いっていうわけではないと思いますので、基礎をしっかりと押さえて、苦手な人は分野を絞って、今日お伝えしたところを重点的にやってもらえたらいいかなと思います。まあ、試験が近くなってきていて、不安が大きいかなと思いますが、やるべきことに集中して確実に点数が取れるようにしていければなというふうに思います。そして FFA では来年受験の方も募集しています。東京消防庁はもちろん、政令市の消防や中核市、地方の消防もまんべんなく合格できるのが FFA の強みとなってますので、ぜひご検討ください。本気の人は公式 LINE や Instagram からご連絡お待ちしております。社会人の方でもどんどん合格されています。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。